オホーツクの美幌町では今日午後1時間に降った雨の量としては統計開始以来最も多い記録的な大雨となりました。午後3時半過ぎの美幌町です。町内を流れる田中川が氾濫し、住宅に水が押し寄せています。美幌町では午後1時10分までの1時間で統計開始以来最多となる93ミリの猛烈な雨が観測されました。まさかね、自分のところこんな風になるとは思ってなかったんで、やっぱ実際になってみてやっぱ怖いですね。この大雨により美幌町には一時土砂災害警戒情報が出されましたが、午後4時半過ぎに解除されました。また美幌川に出されていた氾濫警戒情報も午後5時過ぎに解除されました。一方、大雨の影響で JR は宗谷線の音威根府稚内間で終日運転を見合わせ、明日も朝の時間帯に一部の列車が運休する予定です。